んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは王道へ戻るです。あなたはちゃんと王道を歩いていますか？例えば何かを勉強するとき、きちんとした学校など人が普通に選ぶ道を選ばずに世間とは違う道を選んでいませんか？ほとんどまだ誰も知らないやり方、全く新しい方法、自分なりのやり方、もちろんこれは場合によっては良いことになりうるのですが、そればかりやってると疲れてしまうことになります。時間ばかりかかる割には目的にたどり着かないんです。例えば山に登るとき、みんなが歩く道は広くて平らなので、そんなに疲れることなく頂上にたどり着きます。たくさんの人が同じ道を登っているので、あまり自分は目立ちません。そしてそこまでの道のりもみんなが知っている平凡な話になります。でももし自分だけ通った道で頂上にたどり着けば、それはとても目立ちますし、それまでの道のりもとても面白い話になります。こうしてこの人たちは王道があるのに脇道を選ぶということをします。その分なかなかたどり着けないし迷うかもしれないという代価を払うことになります。あなたがもしすごく時間をかけているのになかなかゴールにたどり着けないという時は、もしかすると脇道ばかり行っているのかもしれませんね。そもそもなぜ王道を通らないかというと、みんなと同じことをしたくないとか、先輩の指示通りにしたくないというような反抗精神なんです。そしてその王道を作った人に感謝したくない、尊敬したくないという反抗心ですね。ですからこれを直した方が便利ですよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも人とは違う道を選んでいるよね。その方が誰にも指示されずにマイペースで自分で考えながら進める。うまくいけば全部自分の手柄になる。その方が自分としては楽なんだよね。だからあなたはいつも王道ではない脇道を選ぶよね。でもね、大人の自分はそれで困っているよ。あなたが王道を進まないからなかなかゴールが見えないんだよ。時には迷い込んでしまって出口がわからなくなる。こんなことなら最初からみんなと同じものを選んでおけばよかったと思ってしまうよね。もちろん脇道を進むからこそ今までにない価値あるものを見つけることもあるし、自分のオリジナルを作り上げることもできる。でもね、そもそもあなたの能力だけで頂上にたどり着けるのかな？それだけの実力があるのかな？思い上がった気持ちで脇道を行っても前に進むことはできないよ。それに脇道を選ぶ動機が先輩たちの指示通りにしたくないからというのは問題だよね。あなたがそんな反抗的な気持ちで脇道を選ぶから罪悪感が生じて途中で方向を見失うんだよ。もっと先人たちを尊敬しなさい。先人たちが作り上げた道を尊び、それに学びなさい。その上で自分に同等の実力があると思うのならば脇道を選びなさい。そうでないなら王道に戻りなさい。大切なのはゴールにたどり着くことだよ。変な見栄や反抗心は捨てて一番良い道を選ぶと決めなさい。大丈夫、
まだ間に合うよ。大人の自分はあなたがゴールにたどり着くのを見守っているよ。そして何かをつかみ取るのを楽しみにしているからね。